豊洲市場の地下水の最新のモニタリング調査で基準値を超えるベンゼンとヒ素が検出されたことが分かり、小池都知事は今朝調査を継続する必要性を強調しました。2年間のモニタリング調査を続けるということを私が申し上げたのはまさしくそういう意味でありまして、オリンピック・パラリンピック道路の建設を優先して11月7日に、急いで、そのモニタリングを終了し、かつ、市場のですね、移転をするということ、これに対して、待ったをかけたということはまさしくそういったことが起こるのではないかという、不安もあったわけで、そのことが残念ながら昨日の数字では出てきている。これは引き続きモニタリングを続けて、そして安全を確認するという、一番重要なところだと思っています。さらに今後の対応について小池都知事は専門家の分析を待って判断していきたいと話しています。